アリスです。ミーヤです。アリエルです。私たちはカラットです。今日はとっても嬉しいお知らせがあります。すでに知っている方もいらっしゃると思うんですが、12月の2日の日曜日に恵比寿のライブゲートでカラット初の単独ライブが決定しました。イエーイ。ライブのタイトルは名付けてカラット唐揚げライブ。みんな唐揚げ一緒に食べるよです。イエーイ。ライブではカバー曲にも挑戦します。それとみんなの唐揚げのサンババージョンもするよ。今レッスンが終わったばかりなんですが、唐揚げライブに向けての意気込みを一人ずつ発表したいと思います。じゃあ順番決めよう。せーの、カリッパリッチャーじゃんけんぽい。早いね。何番がいい？せーの、カリッパリッチャーじゃんけんぽい。何番？2番。いやいや、3番。バイバイ。ミーヤがいる。ミーヤの意気込みは唐揚げを今回はみんなで一緒に食べようっていう感じなので、唐揚げの油と汗が混じるような、そんぐらい盛り上がるライブにしたいと思います。笑顔で全力で頑張ります。バイバーイ。私の意気込みは、初めての単独ライブなのですごい緊張するってとこもあるんですけど、なんか楽しみっていう気持ちもすごいあって、で、お客さんとかとみんなで唐揚げ食べて盛り上がれるっていうのは本当に嬉しいし、もう楽しみすぎて多分毎日寝れないと思います。と 今まですごいレッスンしてきたので、それが皆さんに見せられるように一生懸命頑張ります。ぜひ来てください。よろしくお願いします。アリエルだよ。と3番目で最後の人だから頑張ってめちゃくちゃいいこと言います。イエイ。アリエルの意気込みは、みんなを楽しませるライブにすることです。と初めてカラットを見る人も、もうカラットを知ってる、ずっと知っている人にも楽しんでもらえるようなライブにするためにすごく頑張ります。とダンスも歌も一生懸命やります。それとサンババージョンとかカバー曲は初めてやるので、みんなで楽しみたいです。サンババージョンはみんなでサクサクとかハフハフとかできるので一緒に楽しもうね。来てね。バイバーイ。バイバーイ。あバイバーイ。じゃあ最後はいつもの掛け声で終わるよ。12月2日は恵比寿のライブゲートで、みんな一緒にカラーアゲー。